スノーキーこと小手川幸也です。今週の株価は暗号資産材料振り返り、そして来週の戦略動画ということで、今週私が気になった材料ニュースを画面に表示しております。こちらですね、先週末も、今週に出るんじゃないかということでお伝えしましたけども、正式に発表になりました。これどういうことかというと、今国内でまだ、取り扱いがない暗号資産、それが上場取り扱いされる時の審査が大幅効率化になったので、テンポよくですね、新しい暗号資産の取り扱いが始まるかもしれない。あと他社ですでに取り扱いがあるものも、うちのとこでも、取り扱いしたいですっていうのも、これも、大幅効率化になったということで、今年の国内暗号資産業者は、かなり活発化して、国内暗号資産結構熱いと思います。国内というか日本国内で盛り上がりやすい。はい。あと、DMM ビットコインが、現物5銘柄追加したりとか、LINE が NFT 取引所を、開設したりとか、まあ、暗号資産に関する、ポジティブなニュースも出てきております。私の保有ポジションは変わらずで、ルーピー普段はとりあえず3通貨ペア分散で、しばらく行きたいと思います。はい。まず日経225冷やしチャートですね。いや、強いですね。先週末にアメリカ株が上がったところで、日本株はそこまで上がらないんじゃないかみたいなことを言いましたけども、いやいや、どっこいということで、もうほんまにね、9連騰かな。はい。ここ陰線ですけども、一応、上がって終わってるんで。で、その背景としては、やっぱり円安かなっていうとこですね。はい。で、まあこれから先さあどうなっていくのかっていうとこなんですけども、アメリカ株の方を見ると、意外や意外、なんかニューヨークダウンの方が、戻るスピードがちょっと、なんかもっさりしているなっていう感じです。ただ週末また上がっているので、これを受けて、週明けの日本市場、日本の株式市場どうかっていうとこですね。はい。ナスダックの方はこれ下落だったんですけども、下髭つけてるんで、これも上に行きたいのかな。まあダブルボトムからの上ということですね。はい。S&P500 の方もダブルボトムから上へということで、もうここの、ライン抜けてるので、さらに一段高になっていくのか。まあロシア、ウクライナの、緊張がまあ別にその変わってはないんですけども、ちょっと膠着化してきているのでっていうところもあるでしょう。はい。で、こちらはね、高値どんどん更新しております。そしてビットコインですね、ビットコインついに、まあ、レンジ明確ではないですけども抜けたと言ってもいいんじゃないか、あとダブルボトムだと言ってもいいんじゃないかというところまで来ました。はい。さあこっからなんですけども、あんまり勢いよく行っちゃうとドカッと売られるんで、まあコツ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 アルトコインもね、あと追っかけながら上がっていくっていう展開を望みます。はい。まあビットコインがね600万円700万円回復したら、アルトコインもそれなりに回復してくれないと困るんでというところですね。はい。でこちら海外業者使ってる方は、見てみてください。米ドル円冷やしチャートです。いやー、もうなかなか見ることできないなと思っていた、120円台、ついに到達。120円どころかもう122円だよと。はい。恐ろしい上げです。まあその背景には、まあ悪い円売りだなんだって、なんかいろいろ、まあ米ドルが買われているということが一個あって、プラスね、今週に関しては、日銀の委員とか、あと黒田日銀総裁の発言でですね、なんかちょっと円安容認じゃないかと。なんかこれは悪い円安じゃないみたいなこと言ってるんで、止める気ないのということで、ますますこの円安が加速する可能性が出てきます。はい。で、冷やしチャートで見るとこんな感じなんで、月足で見ると、はい。いや、もうね、この125円、6円なんですよ。で、まあ、米ドル円の125円、126円ってもう天井なんですよ。天井。もうここ、多分何十年かの天井で、ここはまあ抜けないだろうな。まあ行ってもここでふわふわするぐらいなんじゃないかなんですけども、この上げの勢いがあまりにすごいんで、150円行くんじゃないかとか、まあそういう説も出てきてるんですけども、とりあえずこの125円、126円に今のペースぐらいの速さで上がった時に、さて、どう動くかって、その日銀とかがどう対応するか、何も手を打たないのかっていうところが一つですね。あとすごい勢いだからもっと上がるのかって思っても、まあここなんかもすごい陽線出てますけども、その後無限に上がり続けたかっていうと上がらなかったんですよね。これトランプ相場の天井です。はい。なんでまあまだまだ上に行く可能性はあると思いますけども、150円って言われると
どうかなっていうとこですね。はい。で、ユーロ円の方も一時期ね、やっぱり地政学リスクの影響で売られてましたけども、かなり戻しました。はい。で、高値更新してということなんで、月足チャートで見るとこんな感じです。うん、もう結構な高値圏には来てるんですけども、この月足、陽線、見てる感じでだとまだ売りでは入りたくない水準かなと。ここら辺り明確に抜けてくると、もう次140円とかも見えてくるんで、はい。で、そこまで行ってもたつき出してやっと売りでっていうぐらいの、まあ、勢いがすごいです。はい。 A ポンド円の方も、すごい勢いで上がってきております。こちらも、月足チャートで見ると、ここはね、まだまだ、上値を追う余地っていうのはあるんです。194円とかあったんで、2015年には。はい。まだそれ言い出したら30何円とかあるんで、まあやっぱり A ポンドは恐ろしいなと。短期でやる分にはいいんですけども、やっぱこれスイングでやるもんじゃないなっていうとこですよね。上がってきてから売ろうで売ったらえらい目にあっちゃいますよねって。はい。で、ユーロドルの方が、まあ、もっとね、上に上がるかなと思ったんですけども、下ひげは出しつつも、週末こんな感じで、終わってて、ちょっともう軸が下向いてきたんで、まあ、なかなか強気にはなれないかなっていうところですね。はい。で、ユーロゾロ値は、チャートだけ出しておきます。上がってきたかなと思ったらあっさり下がりました。で、A ポンドドルですね。まあ、これももっと上に行くかなと思ったんですけども、ただ軸まだ完全に下っていうところに行ってないんで、じり高ぐらいかなっていうところですかね。はい。ユーロ A ポンドの方で見ると、ユーロ売り A ポンド買いになりかけているので、もうちょっとこれが下に行くようだと、やっぱりちょっとまだユーロは、ユーロ特にユーロドルの方は上に行けないのかなと思います。中国人民元は、高値更新ということで、はい。で、5ドル円ですね。いや、これも本当にね、まあ、今日さっきのループフナセミナーでも言ってたんですけども、まあ88円ぐらいになったらもう買いのポジションって、ね、止めるって言ったら、もう88円どころかもう90円、本来90円止めようと思ったんですよ。で、88円で早めに止めて、それどころかもう92円近くまで行ってて、いや、上がる時の勢いすごいな。で、今日は100円いくっていう声もあるけど、ありますけど、どうですかって聞かれたんですけども、いや、全然あるんじゃないですかって言って、突き足がこれなんですよね。はい。もう前回高値、これ2017年のところ抜けてますし、で、次はもうここの97円、その上のこのサプレジ、多分101円か、があるんで、まあ、ここまで、このね、同じ陽線が出ていくかっていうと分かりませんけども、だから全然視野には入ってきてるなっていうところですね。まあ、本当に、うん、日本、日銀とかが、円安ダメって、なんか手を打たないと、っていうところですね。はい。で、ニュージーランドドル円の方も上がってきているので、こちらも突き足で見るとこんな感じで、はい、もうここ、数年来高値、2015年以来ぐらいの高値までも上がってきております。ここは、92円ぐらいかな、まあ、もうちょっと遡ると、もっと上多分あると思うんですけどっていうとこですね。はい。5ドルニュージーランドドルの方はこちら地味に上がってきております。で、今日今からループユーダン何か通貨ペア稼働させるとしたら何ですかって聞かれたんですけども、5ドルニュージーランドドルの売りかなっていうところですかね、今は。はい。設定レートは動画概要欄に貼っております。そしてカナダドル円もすごい、これ何連続陽線なんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ね、全部陽線やみたいな、すごい勢いですけども、はい。こちらも突き足で見ると、もうかなりこんな、ね、やつ出るっていうぐらい出て、次のターゲット101円、もう言ってもあと、2円何十銭です。その次107円です。もう107円って米ドル円やんみたいなとこまで来てますよね。はい。で、原油の方がもっと安値で揉み合うかなと思ったんですけども、なかなか、買いが入っているようですね。はい。まあでも、まあ、世界各国何らかの手は打ちたいんでしょうけども、なんせロシアのね、ことがありますんでというところです。トルコリラ円、いや、ほんまに他のクロス円上がってんねんから、トルコリラ円もう10円ぐらいいっててくれよって思うんですけど、まあ上がってるだけマシと思わないといけないかなっていうところですね。はい。まあまあ、はい、次いきます。メキシコペソ円よ、本当にすごいな、これ。コロナショックの時にね、史上最安値更新して、まあ、そこで買ってて、あるいはあそこで損切りせずに持ってたら、はい、こうなってたわけなんですよね。はい。
いやまあ一応6円って結構な大台なんで、まあこっから 6.4 円抜けていくかどうかっていうと、ちょっとね、新興国通貨なんで、それ豪ドル円とかカナダドル円とはまたちょっと違うかなとは思うんですけども、まあすごい突き足です、こっちも。はい。で、続いて南アフリカランド円ですね。これが、ロシア、ウクライナの緊張の時でもなかなか売られずに堅調だって、その後もさらに上に追っていって突き足で見るとこんな感じです。はい。もうこれも本当に、コロナショック耐えれたら、だってこれ 5. 何円台からもう 8. 何円台ですからね。結構まあスパンで言うと短い、期間でいってるんで、ということで、これもでも、まあ次 8.7 円、9.2 円あるみたいな感じですね。まあ、米ドル円次第ですね、やっぱり。はい。で、来週重要指標、まあ、それほど、まあ、重要なもの、私は、まあ、あまり見当たりませんでした。はい。どうやって調べてるかは、動画概要欄に URL 貼っております。はい。JFX さんの、まあ、タイアップやってるんで、それ申し込んでもらったらお得なんで、まあ、いいのかなと思います。スノーキーの来週の戦略です。米ドル円はやや強気、ユーロ円はやや弱気、ポンド円、豪ドル円、ニュージーランドドル円はやや強気、ユーロドルは弱気、ポンドドルはやや強気としました。いや、先週、ちょっとその前の週が上がりすぎてたんで、まあ、強気もちょっとやっぱりさすがに1回売りが入って下がるでしょって言ったんですけど、下がらずあんなすごい勢いで上がっていってちょっと戸惑ってるんですけども、まさか3週は続かんやろうとは、思うんですけど、ね。でも週末のあの引け方見てるとまだ上あるのかなっていうところですね。はい。で、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。いやー、でもやっぱり黒田さんとかのあの発言がちょっと円安容認っていう風に取られてるのはちょっとやばいかなっていうのと、あと、岸田さんも、なんかそういうとこパパッとこう動いたりとかって、なんかできそうにないんで、円安結構進んでもおかしくはないですけどね。はい。で、こちら、限定タイアップキャンペーンのお知らせ、告知です。はい。もう最近本当に人気なの JFX さん。まあ、変わらずループイフダン、アイネツ証券さんとかですかね。はい。動画概要欄に URL 貼っております。ということで、本当にまあ、すごいリスクオンの週になって、まあ、私も結構良かったな、なんですけども、トルコリラ円以外ねっていうところで、トルコリラ円だけ上がってたらもう俺も最高にハッピーなもうね、2週間なんですけどもということで、チャンネル登録、そしてこの動画の評価もお願いいたします。いやもう今週相場の話でね、もう結構もうすごい盛り上がったっていうか、自分の中でね、すごかった週なんですけども、まあ、一応雑談すると、ファーゴっていう海外ドラマあるんですよ。まあ、実話を元にした結構まあなんでしょう、グロいシーンがあるマフィアとかのなんかそういう話なんですけども、公園兄弟のね、それのシーズン4が Amazon プライムにあったんで前に見たんですよ。じゃあえらいレビュー低いなと思って、なんでファーゴおもろいのになんでシーズン4だけこんな低いのと思ったら、字幕がぐちゃぐちゃなんですよ。私が見た時でもなんか米米米みたいになってて、何やに、インゴかよみたいな、ちょめちょめかよみたいな感じになってて、ほんで、あと違うなんか後半になってきたら、6話の字幕が8話についてるみたいなことになってるみたいなんで、すごいもうボロクソ書かれてて、で、何ヶ月後かに見たら、またそのちょめちょめ状態やったんですよ。まだちょめちょめ状態やと思って、最近もう一回見たら、今はちゃんと治ってるみたいなんで、ファーゴのシーズン4を見出し始めたっていう話です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。